蒙古は罠にかかった。繁盛に揺さぶりをかけて曹操を引き出すつもりが、曹操はこれを予見していたのであった。曹操が主軍を率いて南進しているとの知らせに、孫権は歯ぎしりして己のうかつさを呪った。しかしこれは好機でもあった。今天下に権勢を誇る英雄は曹操ただ一人。これを打ち倒し権勢を保護すれば、官室の復興も夢ではない。虎は賭けた。その総我で信じる明日を切り開くために。親父、もうすぐ曹操の軍にぶつかるはずだぜ。よし、この林道を抜けたら部隊を展開し臨戦態勢に入るぞ。曹操、お前が何を目指しているかは知らん。お前の目指す先は今よりも良い天下かもしれん。だが結局はお前も官室の意向を背に己の道を進む野心の男。この孫文代、官室の刃として貴様を斬る。乱世は終わり。いざ、冒頭の虎、孫文代が相手だ。虎ではない、官室の君は。貴様などに私の行く手を阻めるか。私の知略に勝てるとお思いか。よし、敵将討ち取ったぞ。
やるじゃねえか。よし、敵将撃ち取ったぞ。我が自虐に勝とうなど、高払いたいわ。俺、一筋縄ではいかんか。よし、敵将撃ち取ったぞ。孫権、そなたを大尉としてそばに置くこと、何より頼もしく思うぞ。陛下、私とて武で乱世をかけ、荒唐の虎と恐れられた男、いつ力に溺れ、董卓のごとき修羅に落ちないとも限りませんぞ。孫権、そなた。冗談です。ご無礼をお許しください。しかし虎を飼うにあたり、相応の覚悟はしていただきたい。覚悟と申すか。さよう。帝の御心が強くあることこそ
世の乱れを鎮める最大の力、この孫文代、そのための刃として生涯官室に忠誠を誓いましょう。